軍服。ロシアソ連の軍服。ロシアソ連の軍服は、ロシア帝国、19世紀以降、ソビエト連邦、ロシア連邦における軍服の特徴と歴史を扱う。また、その他国への影響についても適宜言及する。19世紀から20世紀初頭にかけて、ロシア帝国は、ヨーロッパ・アジア両大陸に派を唱える、軍事大国であり、軍服もフランス第一訂正や、 その支配を受けたプロイセンなど他のヨーロッパ諸国の影響を受けながら独自の発達を遂げた。ロシア革命の結果ソビエト連邦が成立し、さらに第二次世界大戦後の社会主義陣営の広がりと東西冷戦の中で世界の二大軍事勢力の名手となるに至ったソ連軍の服はアメリカ軍のそれと並んで二十世紀後半の世界各国の軍服に影響を与えることとなった。 ピョートル一世の時代に大規模な軍政刷新が図られると新たな制服の導入も行われることとなった。ハンガリー風にするかフランス風にするかで議論が分かれたが、より西欧的なフランス戦六百六十一年正式風の軍服を導入した。千七百二年にはドイツ式となる。千七百九十六年にはナポレオンジャケットとなるが、千八百二年以降プロイセン風の フロックコートとなる。1881年以降、前合わせの広いボタンレスとなるが、その後徐々にボタンが復活。色は、この駅兵を除き一貫して、ツァーリングリーンあるいは、海の波と呼ばれる、新緑色で統一された。また、コサックは主に、カフカス諸民族の伝統的衣装である、チェルケスカトモを着用するが、一部では、常備軍と同じ軍服を着用するところもある。 不評、敵弾兵、戦列不評共通で、鉢巻きと襟には、連帯色が、検証には、旅団色と、師団番号が示される。連帯名に、王公の名前が付く部隊は、検証に、冠と、イニシャルが入る。1907年以降、国際的潮流に合わせ、全陛下共通で、カーキ色シングルブレストの爪襟となる。将校は胸に二点ポケット。 カシカンペイは、ボタンなしだが、古参兵など好んで、商工風の仕立てを好む者も,もい,い1914年10月31日、野戦検証が制定される。ロシアの軍服は、第一次世界大戦前から、ロシア帝国をハンスラブ主義の名手と仰いでいた東、ヨーロッパのいくつかの国の軍服に影響を与えていた。例、ブルガリア、セルビア、 第一次世界大戦後ユーゴスラビア王国となる党。それは、検証で表される、階級章のパターン、口実に、最も顕著に表れている。だが、党のロシア国内では、第一次大戦中に、ロシア革命が発生。その結果誕生したソビエト連邦の労働赤軍、1946年に、ソビエト軍と、階層では、軍服のデザインにおいて、 旧体制のイメージになる要素の一新が図られた。すなわち、縦長の楕円形の帽章に代わって、共産主義を象徴する赤い星に、金色の鎌とハンマーを組み合わせた、帽章、上着は立襟に代わって、折襟、階級章は腱章に代わって、襟章、大布は一部の陛下を除き陸軍は赤、空軍は空色が用いられるようになった。一方海軍は、兵、歌手官は、 世界共通の水平服、将校割りつりの上着、階級は、袖将、金色の汚染の数で表した。多少の変更を含みながら1943年まで、このパターンは続き、また、各国の共産党指揮下の武装組織、中国の皇軍やユーゴスラビアのパルザン、国家の軍隊としてはモンゴル人民共和国の軍服にも影響を与えた。革命後の赤軍は、 しばらくは、階級気象一切を取り外した、低世期の軍服や露飼した、海外干渉軍の被服を使用した。中でも、英軍戦闘服は好まれ、それを模倣したものジョン・フレンチから、と呼称されていたも、多く作られた。1918年の4月に傍傷が制定され、1919年の、革命軍事評議会第116号指令にて、シェレム、ブロードのヘルメットの衣、 俗称部女の不可、セミオン部女温類に由来すると呼ばれる帽子とルバー派、ギムナスチョルカ、カフタン、街灯、後世紀の地底聖気古将の死ねりに戻すが制定された。ルバー派は爪入りで、正面合わせには、騎兵の肋骨服のような装飾が配され、階級に相当する役職章を袖に示した。帽子と、暴ら骨は陛下によって塗り分けられていた。不評は赤、公平は黒。 公兵は大々、航空兵は水色、騎兵は青、国境警備隊は緑である。1922年に量産化のため折り襟に変更などの改正がなされたが、鮮やかな襟の装飾は現代戦では不適当であるとのとから、1924年にフレンチ型に変更された。しかし部助の負荷は、後のピローとかにとって変わられるまで、長らく使用され、 冬戦争でも部助の負荷を使用していた兵士がいたことが、六角品から認できる。極東共和国では正式な軍服というものは存在しなかった。帝政時代のキーチェリの流用やフレンチ、フランス軍の軍服などを個人調達により命名独自のものを着用しており、九百二十年十一月三十日付の極東共和国軍事関係官庁司令ナンバーにより、 袖に階級に準ずるものを縫い付けていた。1930年代に入ると、スターリンによる統治が安定して近代化、工業化が進み、赤軍にも現代戦術に適応するための専門性が求められるようになる。こうして、有志格者としての将校の身分が復活、軍服も兵との区分化が図られるようになった。 1935年12月3日付軍令176号により、西望の鉢巻に、陛下色が入り、久さしは、黒革となった。上着はフレンチ、ギムナスチョルカ共通して、襟と袖のパイピング、ズボンの側線に、陛下色が入り、袖に、V 字型の階級章が付く。1936年3月10日付軍令33号により、陛下気象が改定。 また、戦車兵と航空兵にはそれぞれ灰色とダークブルーのブレザー制服が導入される。1941年2月1日付軍令零令後、号により、フレンチ制服、戦車兵と航空兵解禁制服、士官用ピロート化が廃止される。第二次世界大戦、独ソ戦最中の1943年、ナショナリズムを鼓舞する意図からか、 赤軍の軍服に、戦術の帝政ロシア軍の要素が、大幅に導入、還元すれば、復活ないし、復古された。すなわち、縦長楕円形の某章、中心に、従来の赤い星が来る、立襟の上着、従来の折襟と併用、検証で表す、階級章である。加えて、召喚には、聖棒や襟の装飾に、金の葉模様刺繍をふんだんに用た礼服も、 制定された。第二次世界大戦後の社会主義陣営の軍隊にも大きな影響を与えたソ連軍の軍服には、こうして共産主義の軍隊とロシア軍の二つの要素が混在することになった。1943年以降のソ連軍がロシア軍から引き継いだ最も顕著な軍服の特徴は、検証であろう。それは19世紀に各国で一般的であった。 の影響を色濃く残す幅の広い検証で、おおむね以下のようなパターンで階級を表す。第二次大戦後、ソ連の軍服は、社会主義陣営の国々の軍服に大きな影響を与え、特に上述のロシア式検証が多くの国で採用された。例、モンゴル、1955から65年、1988年、ルーマニア、アルバニア、 1945から66年、南イエメン、モザンウィーク等。一方、東ドイツ、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーでは50年代にはソ連軍式の階級賞になったもののその後60年代には戦前との連続性の強い階級賞が導入された。またブルガリアはソ連式の階級賞を導入したが、戦術のようにブルガリアの軍服には、 戦前からロシア軍の影響が強かったので、戦中はこれにドイツ軍の影響を加味したデザインであった。その意味では伝統の踏襲とも取れる。これらについては、ドイツ民主共和国の軍服、中東王の軍服なども参照。戦闘服については、兵は上近服と共用する古めかしいデザインであったが、アフガニスタン紛争をきっかけにより機能的な被服が求められ、 1980年代に入ってからは、明細柄の新型が採用された。戦闘用の軍艦についても、第二次大戦以来の革製の長靴が長らく使用されていたが、1980年代以降は、半長靴へ移行していった。その他、ソ連軍から各国の軍服に広まった軍服の要素としては、ヘッドホンを内蔵し、干渉パッドをつけた、戦車棒。 水兵や空挺軍、海軍不評、特殊部隊兵士が着用する、テルニャシカ、白地に、青の横が入った、ボーダーシャツ等がある。また独力で、内発的に抵抗戦争と革命を達成したとの、自負の強い国々では、ソ連式ではないあるいは、ソ連式に、近いが異なる、独自形式の階級章を導入している例、ユーゴスラビア、アルバニア、中国、ベトナム、 キューバとウチアルバニアと中国では1960から80年代に階級制度と階級省自体が廃止。69年大改正以前の改定は細部に止まり、1943年改定以来のキーチェリア・ギムナスチョルカが使用された。主官は1955年にスチールグレーの冷蔵が導入される。1956年には防潮、聖望が改正。 1958年には、礼服、外出服、上勤服として平時より完全に解禁となった。また、歌詞官兵では、パレード制服が1956年に外出服兼用となり、使用範囲が広まった。将校は M58 を継承しているが、それまで礼服用だった縁取りの入る襟状が、外出服、上勤服で使用されるようになる。野戦服では、 折り襟で、気象、ボタンを保護色化した皮膚が使用されたが1988年、改訂廃止され、代わって、ウルゾン型皮膚が使用された。兵士は、折り襟となり、野戦服、上巾服を兼ねた。外出服、兼礼服では、将校と同型の解禁皮膚を着用するが、傍傷が異なる。1981年に、アフガン化と呼ばれる。 機能性の高い戦闘服が導入された。1985年にトスコ、ブタン名彩と呼称される三色名彩の野戦服を導入。空帝軍はテルニャシカの上より地上軍の熱帯地野戦服に似た海禁上近服を着用。また、1988年には海禁ブレザー型のパレード制服を導入した。ただし、 このパレード制服は1986年の10月、革命記念一平式などで、すでに着用が見られ、監修化していたものを88年に追認したものと思われる。海軍は1号から6号に分類され、それぞれ用途が異なる。1号は上下ともに白、2号は上が白で、下は黒、3号は上下ともに黒。1991年に、 ソビート連邦が解体して、後のロシア軍の軍服は、ソ連軍の軍服から、ソ連、共産主義につながる衣装、赤い星等を排除する一方、1943年に復活したロシア軍の要素と、第二次大戦後に新しく加えられた要素、解禁ネクタイ式の上着や迷彩服等をほぼそのまま、踏襲したものになっていた。ソ連解体後に新たに加わった要素としては、 従来の大円形の帽子の上につく、相当の足、東ローマ帝国の後継者と辞任するロシアの象徴の帽子などが挙げられる。また、大統領連帯では、帝政ロシア時代の親衛隊の礼服を復活させるなど、他の軍隊がそうであるように、伝統回帰の傾向が見られる。また、戦闘用軍家についても、革製の半長靴から靴紐がついた、 合皮性のヘムワグツへと変化している。2008年、ファッションデザイナーであるバレンティン・ユダシキンのデザインによる新型軍服が採用された。制服はいくつかの変更点が見られるものの、依然として旧ソ連軍の軍服に近いデザインとなっている。しかし、この制服は機能性よりデザインを重視していたため、2010年には、現当の中250人ほどの兵士が風邪をひいたり、 肺炎を起こしたりたことが問題となった。一方で、迷彩服には、U-Ship のようなドットで構成されたデジタル迷彩柄、デジタルフローラが採用された。この迷彩服は、防寒ジャケットの重ね着により、摂氏15度から低摂氏40度までの気温変化に、対応化であり、南オセチア紛争以降急速に普及した。また、 ロシア軍はかねてより特殊部隊など部隊単位で様々な柄の迷彩服を着用している。中にはフィンランド軍の m 零五迷彩服に告示したものもあり、フィンランド国防省が調査に乗り出したこともあった。現場での悪評を受けてデザインを手掛けたバレンティン・ユダシュキンはセルゲイ・ショイグが国防省に就任した2012年11月に もう一度制服を作り直すことを表明した2014年より、順次上金服のネクタイを廃止し、ファスナージャケットに T シャツといった作業服スタイルの制服となった。この制服には、ショイグ国防省の意向が反映されたと言われる。2017年からは商工向け霊層に、帝政ロシア時代のものに類似した爪襟制服が採用された。諸外国と同様に、 ロシア軍においても、不評の戦闘行動を支援するシステムの開発がなされている。ラトニク、ロー、戦士のイは、ロシア軍の先進不評装備システムであり、2011年の航空省 MAX2011 で公開され2012年より、軍でのテストを開始、2015年に初導入した。ラトニクは、ロシア版 GPS であるグラネスと連携したウェアラブル端末や、 舞台指揮官向けタブレット、音声や映像の送受信が可能なストレレッジシステム、ロ、重兵隊の位、e、熱線暗視装置を内蔵したヘッドセットの、他隠したクティカルベスト、防弾ベスト、ヘルメットなど1系統59種類の装備で構成される。報道によれば、ロシア国防省は、毎年5万セットを購入し2020年までに7割超の舞台が、 ラトニクを装備する予定である。現在の征服、過去の征服中東王の軍服も参照。ロシア以外の旧ソ連諸国の軍服のうち、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン等の CIS 諸国では、旧ソ連との連続性、ロシア軍との共通性強い。他方、ソ連への併合に対する反感が根強かったバルト三国、リトアニア、 ラトビア、エストニア等では、独自色の強い軍服が採用されている。かつて、ロシア軍と似たデザインであった、ウクライナも、ロシアとの紛争を経て、西側諸国に近いデザインに刷新された。コーカサスの国では、アルメニアの軍服は、ロシア軍との共通性が強い軍服であるが、アゼルバイジャンでは、トルコ軍に近い軍服が近年になり採用され、グルジアでは、 米軍式の軍装が取り入れられつつある。これは、コーカサス三国同士及び、ロシアとの歴史的、宗教的、政治的な関係、対立、背景が影響している。また旧ソ連諸国ではないが、軍服や階級制度などが共通したものであった。モンゴルにおいても、米軍の軍装に近い軍装となったが依然として、ロシア軍と共通性の高い軍服を採用している。 ソ連崩壊直後の CIS 軍隊では、ロシア軍同様に多量に余ったソ連時代の軍装品が使用され続けた一方で、ウズベキスタン軍など中央アジアの軍隊では、東ドイツなど第三諸国の余剰軍装品も他国から組みされ使用された。このように、近隣諸国軍には旧ソ連時代からの迷彩服が多く残っており、南オセチア紛争では敵味方を識別するため、 ロシア兵が腕に白色の布を巻いて行動した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。